年間これから高校を球児として頑張っていきたいと思いますのでよろしく。このゲーム内容はフィクションであり実在の人物団体とは一切関係ございません。高校野球の聖地甲子園、球児たちの汗と涙と球児たちの汗と涙が数々のドラムを挑め続ける大舞台。はい、白球を追う彼の姿は見る者の心を打ち震わさずにはいられない。次にそのドラマの主役となるのは前年の覇者か初受賞の福江か、いやそれとも君か。はい、なっちゃん、こんばんは、来てくれてありがとうございますね。残された時間はあと1点。さあ、刻め、甲子園に新たな歴史を。はい。ここは、秋田の育成高校。いや、これ、高校の名前なぁ、ここなんだよな。夏の地方大会に敗れた野球部が世代交代を新しいチーム作りが今始める。あ、はい。よし、みんな集まったな。さて、3年生も引退したし、今日から新チームの始まりだ。惜しくも今年は甲子園に届かなかったが、新チームのお前たちが期待してるからな。あら、ちょっと待って、違う、鮮明とかちゃうねん。違う、画像解像度のレベルが違うんだよ。おい、いいのか、ずりーぞ。ちなみにあなたは、赤瀬あかりさん、あの江藤監督、初戦で負けて惜しいというのはちょっとおかしいと思うんですけど。だから解像度が違うんだって。初戦で優勝コード当たっちゃったんですから、惜しいでいいんです。まあいいわ、そういうことにしたいといける。で、新チームのキャプテン誰にするんですか？これと言ったのがいないような。ホラー博士。なんでもはっきり言うんじゃない。一応新キャプテン決めてやる。暫定だかな。暫定っていうのは？他にも適正からの話したら、そいつと交代してもらうってことだ。なるほど。みんな伸び盛りだから、常に向上心を持って野球に打ち込めってことですね。博士が言うと嫌味しか聞こえないが。まあいい。それじゃあ新キャプテンを発表する。石田、よし頼むぞ。はい、やりました。暫定とかじゃなく、みんな認めるキャプテンになるよう、頑張ります。かなり実写より、ね。石田先輩、頑張ってくださいね。私も応援しますから。いや、お前好きやろ、石田のこと。いや、はい。では、次にスタメンを発表する。はい。そして、最後のライズだが、鵜飼と飯原、現在二人ともコーチつけられたか、まだ決めかねている。よって、しばらく様子を見させてくれ。俺と鵜飼でポジションを合わせる、争いさせるってことですか？まあ、そういうことだ。適当なタイミングで2人に課題を出し、その結果で判断することにした。わかりました、江藤監督。俺は負けないからな、うかい。せいぜい頑張るんだな。お互い頑張ろう。正々堂々勝負だ。こちらこそ負けないぞ。よし、お互い頑張ろうぜ。でも、背番号9は俺が笑う。背番号9。こうして、うかいたち、育成高校野球部の甲子園の挑戦が始まった。なんか聞きたいことはある？特にない。なんとかなる。うん、はい。おー、始まった。まあ、とりあえず体力100だから、ちょっとデータ見とこうか、自分の選手能力。ひっきゅい。嘘でしょ？伊原ってどんな感じ？いや、勝てないって。バカじゃないの。何がコーツつきがたいだよ。おめえの目、節穴か、こら。おー、待って、マネージャーもう一人いる。3人いるんだ。ああ、他にもなんかその他の方がいたり。あら、やだ、ライバルもいる。めっちゃいるやん、みんな。何それ。チーム関係。ああ、なるほどね。はいはいはい。めっちゃみんないる。何これ。アイテム、システム、能力アップ。能力アップっていうのはないよね。だと思ったよ。しょうがねえな、練習すっか。練習すれば、うかいくん、コーツつけがたいとは何ぞ、伸びしろがある。確かに。うかいくん、これから練習なの？今更だけど、どこを伸ばしたいとか、目標ちゃんと思ってたけど、練習しなきゃダメよ。はいはいはい。練習相手もちゃんと考えてね。当然、鑑定がサクセス。パー、サクセスじゃん。サクセスじゃん。これはもう、任せてくださいよ。ミートケーパー。あ、結構種類がある。誰かいる。監督評価が上がる。どうしようかな。誰かいる。監督評価。あ、監督はいろいろ見てくれてるんだね。とりあえず、まずはね、もう走り込みでしょ。もう基礎は大事。うん。めっちゃもらえる。何？あ、はい。うかい先輩、ちょっとお話いいですか？いいよ。今さですけど、うかい先輩の得意なことって何ですか？これまで話、あんまり話すことなかったんで、ふと気になっちゃって。きっと練習に行かせるようサポートしますから。俺どうしよっか。じゃあ、俺は、パワーだな。はい。じゃあまた練習で、パワーの極意レベル。なんか、ちょっと待って。いや、待って。てめえ、何呼び捨てしてんだよ、俺のこと。
ついでに僕もうかいをサポートしちゃうよじゃねえんだよ。てめえてめえでも嬉しいけどまあ許す。てめえあ、次のコマンド、はい。うかい先輩いつも頑張ってますよね。でも疲れが溜まったら無理せずきちんと休んでくださいねと。ほんのやろ、調子くん後で覚えとけ。今んとこお前のこと嫌いだからな。今のところお前のこと嫌いだけど大丈夫そこ。あ、でもまあなあ、もうポイントもらってっかんなあ。ポイントもらってんだよな。とりあえずね、疲労回復のみたいなのやっぱ上げといた方がいい。どうしよっか。ここはとりあえずスロー、肩でしょ。あの、結構最初もらえるんだ。まあまあまあ、とりあえず、あとミートも上げちゃうか。いや、あった、でも今後あれか。詳細？ああ、なるほどね。マネージャーさん来た人にイラストのキャラがいると差がすごいんですよね。わかる。なんかね、そんな気するわ、ちょっと。で、ああ、これ決定終了とか、なるほどね。できればその極意みたいなのがある状態でやった方がいいんだろうな。ボーナスつくやん。宇和島くんとタッグ練習、とすまっていいんだよ。宇和島。はい。まあ、うまく活用してね、わかりました。ああ！なになになに？効果が上げてください。効果が上がってた俺、マジで。気づかんかった。お兄ちゃん、毎日練習で疲れて、お疲れみたいね。ドラッグストアで安売りしてたから、これ買ってきてあげたわよ。今日はご機嫌だから、プレゼントしてあげる。ゆずき！はい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 。消費アイテムは消費アイテム画面ですか？はい。アイテムコモン、なるほどね。ゆずき。これか。使っちゃおうか、早速。あ、めっちゃ回復した、やべえ！あ、30だったら、まあ、フルで回復したってことか。とりあえず、お、イハラ。イハラ一緒、いや、でもこいつ、強くしちゃいけないんだよな。はい。はいはいはい。イハラの、ああ、イハラが成長しちゃう。それは良くない。はい。あら、うかいじゃない。今日も練習かな。でもあんまり見せちゃダメよ。調子が悪くなったらどっかに出かけて気分転換しちゃうよ。調子上げるならカラオケ、ゲームセンターおすすめかな。はいはいはい。マップ移動、カラオケ、ゲームセンター、バッティングセンター、図書館、ドラッグストア。はいはいはい。なるほどね。いろんなイベントか。お、行動力。行動力っていうのを消費するんだ。なるほどね。あ、待って、監督評価上げとこうぜ。見せてくよ。お、お木本。絶対、お、お疲れ様です、うかい先輩。よかったらこのドリンクどうぞ。相変わらず騒げちゃううかいに甘いのね。でも今日は私もご縁だからこれあげちゃおうかな。なになになに、みんなどうした？モテキ来たー。モテキ来たー。はい、うかいくん、これどうぞ。私の美味しいよ、と。何？どれも、いや、全部欲しい。全部くれ。全部くれ。俺は強欲なんだ。くそー。沢口さんのもらおうかな。いやー、ちょ、全部くれー。強欲のうかい。全部くれー。ください。全部ください。ギャルゲーなのかもしれない、これは。お、8月。ちょっといいね、これ。あ、もう練習試合あるじゃん、早速。練習試合、え？夏？大会じゃねえの？もしかして。8月って言ったら。ん？ 8 月？あ、違う。初戦敗退してるんだ。じゃあ、大会じゃねえわ。ちょっと打ち込んどこうぜ。あさみ。ちょっと能力アップしちゃうか。せっかくなんでね。まず。せっかくミートここまで開けたんだったら、ちょっと。せめて、なんか見栄え、能力の見栄えがするぐらいには。お、でも良くなった、だいぶ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、
よろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。